やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。おいおい、飛び込み営業の悪いけど、そういうのいいから。うん、あなたこの世界の人間じゃありませんね。なんでわかったんだ。私が使うものこそズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ出発しましょう。はあ、面倒ですね。ゆっくり説明するのでちゃんと聞いててくださいね。私はアストロギスト・モナ・メギストス。名前が長くて覚えにくいのでモナと呼んでください。私は先生術師。今は師匠の代わりに、あれは、あれは師匠とその友人が50年前に交わした約束。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ。それはほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが勝負がつかなかったそうなんです。だから何言ってるんですか。私はこれをきっかけに自分の先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが私が占ってみたところ、師匠の友人は現在きっと私のように、その継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと、いろいろ考えた結果、あなたのことを思い出したのです。師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき、私が弟子を連れて行ったら、それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分。だから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱をと、向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることにな、今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。ふんふん、それこそ賢い選択です。ではでもここを出る前に。